こんばんは、東京新聞デモクラ TV エクストラ、内田の後藤です。4月21日の夜に収録しております。今夜もまた東京新聞の富田さんと、今日は円安というテーマですね。そうなんですよ、はい、私は古い経済部の記者ですので円高時代の申し子なんですけど、まさか円安がニュースになると、うん、悪いニュースということでやっておりますけれども、もうちょっと驚いて、自分じゃちょっともうこれはできないということでですね、専門家をちょっと呼びました。さっきちょっと暇そうにしてたんで呼びましたので経済部のですね、厚見記者ですね。あなた厚見デスクと呼ばなきゃいけない。まあ、一応デスクを失礼します。厚見デスクを、金融の専門家でありました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、内田さんね、円安、我々の世代って言うと、まあ、ちょっと先輩ですけど円高が悪いという世代じゃないですか。円高になると株価が落ちると、で円高不況とかね、円高が景気に打撃を与えるって、私ねもう記事何本書いたか分かんないですよ。もうずっとそういうこと頭があったんで、ちょっと今の状況は驚いてるんですけど、いかがですか。いや、まあそうですけどね、その輸出産業がね、要するに最も重要視されていた時代というのは、当然円高だと海外での競争力が落ちるわけなので、まあ、大体ニュースだと、そうは言いながら海外旅行行きやすいよとかね。そうそうそう、実はね、実はそんなに嫌がってなかったっていう説もあるんだけども、そういう話で、株は落ちてたんで、それどうしてこんなになっちゃったのかなっていうのを今日やりたいと思うんですけども、厚見デスク、この悪い円安って言うじゃないですか。はい、これ何ですか、悪い円安って。まあ、今おっしゃったように、まあ、どちらかというと円安っていいことみたいなふうに思われたところあると思うんですが、まあ、貿易立国だしっていうのはあるんですが、実態を見ると GDP の中のまあ6割ぐらいはもう個人消費になってまして、個人消費っていうことはまあ輸入品とかいろいろ買うわけなんで、まあ、円安でその輸入品が高くなったりとか、そうするとちょっと消費に悪い影響が出たりとかですね、そこの部分の方がもうだいぶ大きく実際はなっていたんですよね。なかなか自動車産業とかの発言力が大きかったんで円安いいことみたいなのがちょっと強かったんですけど、まあ、実態はもうすでにそうではだいぶ前からなくなってきてはいたっていうところがまずあると思います。つまり気がつかなかったっていう。気がつかなかった。実は局面が変わってたのに。いや、なんか長い間1ドル110円ぐらいだったじゃないですか。はい、もうほとんど固定相場みたいになってていたということだと思うんですよね。ここのとこそうでしたよね。そう、なんでこれ急に動き出したんですか。急じゃないですか。まあ、急なの一番大きいのは、まあ、アメリカの方がすごい物価の上昇が激しくなっていて、それを抑えるためにアメリカで金利を上げてるんですよね。このスピードが相当速いと。で、日本は、まあ、日本銀行が、まあ、金利を抑えるっていう政策を続けていて、今も変わってなくて、まあ、金利の差ができてしまってまして、まあ、アメリカのドルで運用した方が儲かると、金利が高いから、だから日本の円を売ってドルを買うとか、そういう動きが出てますます、広がってるというところがあると思います。よかったです。僕ね、今日実は社説書いたんです。全然自信なかったんですけど、今厚見デスクがおっしゃられたとほぼ同じ内容で良かったですね。なんか間違いがあったのかなと思って、なんか答え合わせしたような心境ですけど、そうなんですよ。私もね、たまには社説を書いてるんですけどね。でもその、低金利にしなきゃいけないっていうのは、その世界中でその2008年以降っていうか、はいはい、リーマンショックというかリーマン恐慌というか、はいはいはい、それ以降世界中でやったわけですよね。そうですね、ジャブジャブにして、はい、でもまあそのなんていうか出口戦略がどうのこうのとか数年前からこう言われ始めて、はいはい、でアメリカは実際上げ始めたわけですよね。そうですね、日本は上げないんですか。そうなんです。アメリカ以外も結構みんな上げてきてるんですけど、ね、じゃあ日本 の、まあ、黒田総裁の表向きの発言としてはまだ 2% っていう物価の目標に達していないと、まだ言ってる。まだ今でも同じことを言ってるんですよね。
ただその見た目の物価としては今 1% もいってないんですけど、実際あの携帯電話の値下げとか思いっきりやってるんで、実態としても 2% 近いところまで上がってるのが状況なんで、もうそう議論は当然してもいいし、しなければいけない時期ではあるとは思います。なるほど。黒田さんってもうあの確かに安倍政権の時でしたっけ、2013年頃、あの政策協定アコードとか、それどうの車の名前が出てくるのかとか、要するに政策協定を突然結んだんですよね。でそれで大規模金融緩和をやると約束しちゃったんですよね。そうですね。だから約束したからにはやめんぞと、そういうことですか。はいはい。まあ、それがとりあえずまあ表向きの理由として公式見解はそうなんですよね。だから変えないと、じゃあアコードの議論すればいいじゃないかとかいうのも当然出てきそうなんですけど、まあ実態としてはもう上げられない、もう実はもう利上げができないんじゃないかっていうところが結構根本的な問題。どうせできないんですか。上げちまえばいいじゃん。上げちまえばいいんですけど、これややこしいことでして、その、まあ、日銀が通貨をするためにあの国債というものを買ってまして、で国債を買って通貨を出すっていうこの見合いでやってるんですけれども、それをやらないと日本の財政自体がもう持たないような状況になってしまって、詳しいです。そうなんですよ。彼から聞いて僕差し支えてます。いやそんなこと当時もう安直としてね。安直久しぶりに聞きました。安直か、安直じゃないです。地引きとかね。僕の世代はそういうまあいいや。そうなんですよね。一応その日本の国債発行1000兆ぐらいあると言われてるんですけど、それでもその借金に対する利子の支払いっていうのは多分10兆いってるかいかないかなんですが、それは日銀がもうほとんど買ってしまってるんで、もう無理やり抑えているような状況でして、利上げをするっていうのはそこの金利が上がるっていうこととまあほぼ同義になるので、そうするともう多分財政が組めなくなるんではないかというところ、利払いで組めなくなるんではないかっていうのが、これ一番政策を始める最初の頃からきっとそうなるぞと専門家は結構言ってたんですけど、まあ、本当になってしまったってなるかもしれない局面にちょっと来ているというような風な見方は結構悲観的な見方もあります。いや当時小説書いた時もう一つあなたに習ったやつで、そのまま受け入れして帰ってしまったんだけど、あの要するに日銀はその要するに銀行を経由して国債買ってるんですよね、購入してるんだよね。で直接買っちゃいけないんだよね。そうです。財政法5条、はい、で金融資産財政ファイナンスとかでしょ、そうあの時はいはい、無再生ファイナンス。そうでこれやっちゃいけないから、でだけど銀行だって国債引き受けたくないから、だってあんな利回り低いから、引き受けたくないので日銀の当座預金に預けるとお金を預けると、あの不利してくる、要するに利子利払いしてくれる、日銀から利子がもらえるっていう、だからそれをインセンティブにしてやってた、そうなんですね。ところが今度金利を上げると、その利払いがすごい加算じゃう。そうなんです、まあ、ものすごい量の当座預金になってるんで、まあ、日銀からもらう利子が事実上の最低金利みたいになってるんですよね。もっとその運用できる先があったらもう 0.1 なんか知らずに外にやるんだけど、ないから 0.1% でまあ日銀に預けておこうってなるので、金利を上げようとするならその不利というその当座預金の金利を上げる操作をするんですよ。でその当座預金の額がもう500兆とか超えてるので、多分もう 1% 上げただけでも本当にその5兆とかそういう話になっていきます。日銀の自己資本が8兆、10兆いかないぐらいですね。10兆いかないいかないぐらいですか。日銀自体の自己資本がだから 1% 上げると、2% 上げたら日銀の自己資本は吹っ飛んじゃうと、飛んじゃう。その多分その自社の引き当て金みたいなの入れて10兆いかないぐらいなんで、もう 2% 上げたらもう債務超過におそらくなるというような。そうなんです。この理屈を理解するのに私1ヶ月ぐらいかかって彼に教えてもらって社説書いた後もう一回見てもらう懐かしいです。これいいと僕持ち帰ったらもう一回勉強し直しますけどそうなんです。本当に難しいんだけど、それぐらい日銀は困ってるってことだよね。
そので困ってることを言えないというのが一番怖いんです。困ってると日銀が困ってると言った途端に世の中の投資家の人がえっていうことになることが一番怖いんで、どんどん何も言えない方向に何も言えない方向になってるんじゃないかっていうところが怖い。私がどんどん言ってやろう。言ってどんどん言ってやろう。あの物価 2% の話ですけど、はい、その消費者物価だけじゃなくて企業間かですか。そうですね、それもありますから何とも言えないんですけど、はい、ただそのまあ少なくとも消費者物価寄りにの物の値上がりをこう見ていくと、うん、実感するのは 2% どころじゃないですよ、はい、これがですね結構からくりがありまして、うん、普通に見る消費者物価っていうのは、うん、生鮮食品を除いた総合っていうやつがありまして、はいはい、それだとその今 0.678 ぐらいかな、うん、ぐらいでいってるんですけれども、それはいろんなものが入ってて、例えばその生活必需品だけに特化した数字もありまして、それだとねもう 3% とか 4% とか結構いってますね。てるんですよ。グラフをやると全く違うような形になるんで、実質的な一般の人にとってはそちらの方の意味合いの方がおそらく大きい、うん、ですよね、うん、でこれでまた円安で海外から買える、うん、その食料の原材料みたいなものは上がってきますよね。そうなんですね。企業もその必需品だったら、まあ、一般の人も買ってくれるだろうって価格転嫁できるんですよね。さすがにちょっと特殊な、ね、車とか何とかっていうと買わなくなるからできないけど、うん、必需品に関してもどんどん転嫁が結構進んでいるの で、 そ、 うですよ、ね、そこは相当厳しい状況にはあって、うん、なるほど。もう事実上日銀は 2% の目標を達したと図らずも、うん、まあ、ということいや非常に悪い悪い形で、ね、まあ、つまり一応大嘘つきってことですよ。これものすごい大失敗じゃないかと思う。いう大失敗にそうなって、うん、だどこで引くかって最初のうちなら引けたと思うんですけど、引かずにどんどん行ったんで、うん、で一番多分責任があるとするのは岸田さんじゃなくて安倍さん。もう実際黒田さんにそれをやらせたのは安倍、うん、イコールほぼ安倍さんなので、やっぱり安倍さんですか。やっぱり僕もそうじゃないかと言わせたんですけどね。黒田さんって結構僕は酒税局の人なんですよね、元々。そうですね、税金の人で国際金融に引っ張られたんですけど、うん、これ割と個人的には私好きな人で、気さくでね、分かりやすいんですよ。すごく分かりやすい。でその前の白川さんと西村さんって副総裁と白川総裁ってコンビがいたんですよね、はい、で私本当は喋っちゃいけないって言われてるんですけど、別に内容については喋りませんけど、よく懇談をしてもらったんですよ、白川さんとオフレコでね、はい、西村さんと、で特に西村さんって東京大学の経済学部長で、だったんですけど、とにかく我々にこう来ちゃって記者っていうか資料を渡してくるんですけど、懇談で英文で全部関数計算書いてあるんですよ。でこれでやりますからって、懇談が終わるまで質問が1個しか出なかった。某巨大経済新聞の人が結局円はどうなるんですかって言っただけだったっていう。その人も読んでないんだよね。ちんぷんかんぷんだった。読めてない。だから白川総裁には私経済部で本をいただいたんですけど、もうまあほぼ1ページも読めない内容で、これ日本語でしたけど何書いてあるのかさっぱり分からなくて、あの2人っていうのはすごい偉大なエコノミストではあるんだけど、一般の人には分からないですよ。そうです、ね、正直言って伝わらないんですよ。その点黒田さんはね分かりやすい。金利は下げる、これだけです。大金融はかます、これだけです。その分かりやすさの中には、そのまま認めていいのかなっていうのもちょっとあるような気がしますけど、そうですね、まあ、バズーカとかね。バズーカ、そうですね、うん、最初の確かあれが2年で 2% をその、マネを2倍にすることで達成する222っていう、はい、ここ分かりやすさだけを、はい、狙ったようなやり方をしてましたね。今世界中、まあ、ただ中国は景気が悪くてちょっと金融緩和をしてるんですよね、確か。そうですね、そうです、うん、まあしかしアメリカだから僕は個人的には、しかしアメリカ人っていうのはやっぱ消費が強いなと思うんですよね、うん、やっぱりもう我慢できないっていうか、やっぱりもう物がみんな買うからやっぱりインフレになってるわけじゃないですか、うんうん、やっぱりなんか実はこの社説の中でね、私18日の国会、多分これまあ多分国会ですけど、黒田さんが出てきて、急速な円安はマイナスであるというふうに言ってるんですけど、同じ発言の中で日本経済全体にとってはプラスという評価は変えていない、
とも言ってるんですよ、うん、これ一体どっちなんだっていう話で、これだと本音としてはやっぱり円安でいいんだっていうことが本音なんですかね、うん、あ、なんでしょうね、動けない、先ほど言ったようにやっぱり動けないっていうところが大きいのかなとは思うんですよね。きっと、まあ、物価が上がっても 2% でずっと金利を抑え続けるっていう事態になって、もう身動きが取れない、先ほどの理由のようなことがあって、うん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 、そこでもいろいろ言葉でごまかしながら言って、うん、まあ、例えばウクライナの戦争が終わることを願うとかですね、祈りですかその、まあ、以前もそういうことがあったんですが、原油が下がったことでちょっと落ち着いたりとか、その辺を待つしかなくなってるんじゃないかっていうような、もう選択肢がないということです、手段がないと。まあ、微修正はできますけど、本質的な政策転換をすると、まあ、日銀が赤字になったり政府の財政が持たなかったりというところがあるので、まあ、その辺微修正しながらあまり変えずに粘るというパターンが一番考えられるかなと思いますが、あの来年以降少しずつ上げるんじゃないかっていう見方がね、はいはい、黒田さんは、まあ、終わりになるんで、そろそろ、そうですね、2023年からはもしかしたらほんの少しずつ上げていくんじゃないかっていう、 それは可能なんですか。多分その長期金利という長い金利の方を今10年もので 0%、はい、まあ、程度で、まあ、0.25 ぐらいまで上がっていいっていうところをまたもう少し上げたりとかですね、うん、これは、うん、あの政策の修正ではないが、うん、あのいろいろ困ってる人もいるんでちょっとこう、うん、あの柔軟な対応しますよとか、なんかちょっと言い方を考えながら少し修正するっていうのはあると思います、うん、あとマイナス金利をやめるとかですね、うん、マイナス金利やめて 0% ゼロ金利に戻すとか、そういうことはまああり得るかなとは思いますね。マイナーチェンジを繰り返していくというとこですね。どこですかね。まあ、それで物価がもし本格的に上がってきた時に止めれるのかどうかっていうと、そうですよね、まあ、本来中央銀行のあり方としては物価の安定っていうのが一番上であるべきなんで、そうしたらあの構わず政府のことなんか構わず上げなくちゃいけないんですけど、まあ、果たしてできるかというとなかなか。ただ岸田さんとほら聞く耳とか言ってるじゃないですか、はいはい、あの人ってこうしたらどうだって言ったら全部言うこと聞いてくれるじゃないですか。ほぼほぼほぼ自分に考えがないあるとは到底思えないので、だから実は簡単にできるんじゃないかなという気はするんです。いや安倍さんと違って、でもそのね、自分の時にそういう財政の話とか日銀の赤字の話が顕在化したら、もうおそらく岸田さんのせいになるでしょうしね、うん、そういうことをもう押し通して、正論を押し通してできるのかと、まあ、先送り先送りにまたなるんじゃないかという見方の方が強いような気はなんとなくしますですが、うん、あのたらればの話ですけど、日銀のつまり日銀自体 の、 あの財務が既存するうちは悪くなる、うん、日銀が潰れてしまったらどうなる、これは多分、ね、つまりあの要するにあのもう金利負担に耐えられないと、自己資本が吹っ飛んでしまったら、どうなんですか、破産法的はなんですか、その民事再生法的は、そうそう、一応民間企業とか言ってるじゃん。そうなんです、正直ここは分からないですよね。未知の世界未知の世界で、普通の先進国はこういう金融政策はやってないので、そういうことを想定する必要がないんですよね。赤字がならない程度の金融緩和をやるっていう、ある程度と見合い考えてるんですけども、それをすっ飛ばしていってるのがほぼ先進国だと、日本だけだと思われるので、そこがだから普通はでも通貨発行している主体が債務超過になった時、円の信認っていうのが落ちますよ。いや落ちるんじゃないかなとみんな思うんだけど、そこがまあやったことないからわからないっていうところが、すごい、つまり結構ものすごい状態になってるんだけども、うんうん、理屈が難しすぎてちょっとあの我々伝える側も伝えきれない面が、そう、まあね、その不安を煽ってるって言われがちですし、この手の議論はどうしても、そうそうそう、そう、あ、そうそう、不安を煽っちゃうあんまりその危ない危ないってなかなか言えないんですよね、うんうん、危ないとはずっと思ってるんですよ、まあ、かなり今日言ってますけどね、うん、危ないって、うん、そう、危ない危ない、いや、まあ、危ない、でも危ないって言い出してもう20年ぐらい経ってるんで危なくないんじゃないかっていう、まあ、今はちょっとその実際に表に出始めてるからいくらか議論が出てるのもあるんですけどな、本当に 5,6 年前とかよく日銀の人とか財務省の人とか会うと思う、うん、まあ、とんでもないと、これとんでもなくなってから遅いんだけど、あの表の議論ができないと言うと煽ってると言われるしっていう話はまあよく出てましたですね。あ、そう
と困った状態ですね、これは、うん、どうすればいいんですね、内田さん、これは。その円安が日本の経済にとって、あれ日本にとって、日本人にとっていいか悪いかっていう話でいうと、うんうん、企業と個人とで、うん、企業の中でもそのなんていうんですか、輸出産業であってなおかつその輸入するっていう両側をね、国境をまたいで両側を持ってる企業っていうのは円安でも円高でも、はいはい、まあ、要するに行ってこいになるんで、うん、いや、そうですね、影響はないと、ほとんどね、うんうん、でも一般の消費者っていうのは基本的に海外から輸入されたものを加工し、うん、日本の国内で加工するんだけど、はいはい、それを食べて生きてるっていうことからするとね、はいはい、別に個人の中で向こうに何か生産設備持ってる人がいれば別だけど、うん、そうですね、普通の人はそれはないわけなんで、ないんですね、うん、一般の生活者はこの円安では相当、要するに値上げによって、まあ被害を被るっていうか、そうですね、そういう構造ですよね。ですね。でも他の国はその値上げに伴って、まあ、賃金も結構上がっているところが普通だったら多いんですけど、うん、ね、日本は、はい、まあ、今回少し上がってますけど、やっぱりまあちょっとぐらいであって、とても追いつかない、おそらく物価に追いつかないような上がり方で、実質的な賃金はまた下がるんではないかって言われてますですね。うん、ちょっとこれ打つ手がですよね。壊れましたね。まあ、うん、願うしかないか。昔大昔、私は現場の記者の頃に、うん、経済部じゃない人から、うん、なんで円高だとダメなんだと、うん、自分の国の通貨がね強いと、ドルより強いってことはこれ威張っていいんじゃないかと、で僕は偉そうに素人口出すなと、分かってないんだよと、これこの我が国がどうやってここまで来たのかあなた知らないんだみたいなこと言ってたんだけど、大間違いだった。要するに自分の国の通貨はやっぱり強い方がいいよね、うん、まあ、もう今経済構造的にもまあいいでしょうと思いますね、うん、私ね海外赴任した頃に自分の国の通貨が滅びるっていうか死んでるのを何か見たことあるんですよ、うん、一回トルコで、うん、トルコってなんかリラじゃないですか、ね、あ、そうですよね、トルコでリラだからもうこれ怪しいなと思って、なんかもうこの通貨持ちたくないと思いながら、一応イスタンブールのインターコンチでチェックアウトしようと思ったら、私の、向こうが、まあ、レシートというか請求書に、うん、なんか30億リラとかなんですよ、ゼロ数えてた、うん、いやこれもボラれたと思って、うん、これ確実にトルコはあるあるだなと、しかしいくらあるんだか30億はねえぞって大騒ぎしたら、うん、なんかコンシェルジュが出てきてゼロをパッと隠したんですよ、うん、パッと隠してそれが本当の値段だとか言って、うん、まあ、1泊2万円ぐらいなんですよ、はい、結局だからインフレでこうなっちゃったんですって。こっからここまでのゼロは考えないでくれって言われて。インフレだったんですか。すごい少数点見落としたって。もういやいや違います。もうゼロいっぱいだったから。そうです、ね。もうすごいですよ。まあ通貨そうやってものすごいこうやってる時はそういうことありますよね。うん、それから僕二度と換金できない通貨っていうのを変えたことがあって、キルギスに行ったんですよ。キルギス、まあ、ちょっとキルギスの方に失礼ですけど、まあ、ご覧になってないと思うんで言いますけど、うん、なんか分かんないですよ。私世界開かれたわけですか。入国した時はおかしかったんです。パスポートコントロール通ってないのに、クノスキみたいな人が来て、なんかタクシーの中乗って、俺パスポートコントロール通ってねえじゃないか、はい、と思って、まあ、ホテルに行ったら時々ありますよ、そういうこと、ね、そしたらソムっていう通貨に変えろってわけですよ、うん、で一応でなんか後から絶対買えない方が買えちゃダメな通貨だったんですけど、買えちゃったんですよ、はい、そしたら人生ゲームあるんじゃないですか、うん、はい、あれ人生ゲームのお札あるんじゃないですか。あれぐらいの大きさなんですよ。分かった、大きさがこれ偽札じゃないのと思って、いやこれソムだとか言ってこれ二度と変えられない、結構変えちゃったんですよ。当時僕マルク持ってたんだ、当時の、あ、ドイツマルク、そう、もう手遅れでしたけど、そう、家にまだちょっと残ってます、ね、記念にとって。変えられないですか。変えられない、いや本当言うと彼らがすごいホテルでなんかビジネスセンターとか呼んでる変な部屋があって、そこに行けば変えられるんですけど、すごいレートで、うん、本当にまずいレートで。一度ビットコインに変えてみたら、ビットコインビットコインですよ。
あれ当時も事実上のビットコインみたいなものでソム、ソムまだソムって使ってんのかな。わからないです、すいません知らん、うん、いやすいません、そうなんです。要はですね、やっぱり自国通貨がやっぱり、うん、なんていうか通用しないってのは怖いですよね、うんうん、なんでこんなことをずっと容認してきたんですかね、長い間日本は、うん、そうなんですよね。だから顕在化しないと本当に多分わかんないだろうっていうのは結構政策当局者言ってました。政治家にいくら説明しても分かってくれないとか、ね、そういう話を多分、うん、でも顕在化したらもう手遅れですよ、ね、手遅れだから今こういうことやっちゃまずいんですよっていうとダメだと、そんなことじゃデフレ脱却はできないんだお前らダメだって言われるというような話しのことをよく言っていましたですね、うん、だってバチダカで僕はユーゴスラビアで、うん、街中でディナールって使うんですよ、うん、これで払うとドルないかって必ず言われてたんですよ、うん、でまあ、一応受け取るんだけどすごい嫌がるんですよね。だからあと何年かしたら、うん、円で払おうとしたらちょっとドルで頼むよとか、まあ、ユーロでどう、いやてか最悪元持ってるとか、ね、それなりますよ。世界秩序でどうなるか分からないんですけどルーブルで買えるルーブルです。ルーブルで、ルーブルってなんであれ価値落ちないの。あ、一回落ちて戻しましたね、確かに、ね、デフォルトとか言われてるの。言われて、そうですね、まだなんかその全てやっぱ石油の資源の輸出とかがね完全に閉じられてるわけではないというのもある、ね、全然閉じてないって話、そうですね、そういう話もあるようですね、うん、本当、うん、ジェシカなんだ、なんで円の方がもう危険じゃない。円の方が他の通貨にして一人負けみたいな状態が結構出てましたんで、うん、なかなか多分投資家もねそれで儲けようとしてる人たちも狙ってるっていうところもきっとあるんでしょうし、そうですよね。日銀総裁は次は誰になるんですか。つまり簡単だ、そのまあ本当に一番人事で一番やりたくないんでしょうけど、一応財務省と日銀と交互というパターンが多いんで、まあ普通だと日銀で、いわゆる本当の危機、金融危機みたいなことの対応だとリーマンショックの対応した前の中曽副総裁、今中曽さんね、もう今ちょっと外で出てらっしゃいますけど、そういう方が戻す可能性はあるっていうのはよく言われてましたですね。考えきゃ若干少ない、まああんまりないぐらい、ほぼないもう一人天宮さんって、天宮さんっていうのはその黒田さんの一番の副審としてこれまでの政策を作ってきた人ですね、うん、だから白川さんの時も活躍してたし、で白から黒へと自ら変貌を遂げながら、なるほど、後処理のやり方も含めてまあやれるんじゃないかという、まあ、今までのこと、また黒から白へいけるんですかね。いやもういけないんじゃないかっていうのを最初から言われてたんですけどね、もうそこ黒から雨かいかんないとかね本当に政策始めて2年ぐらいでもう出口なくなるんじゃないかって言われてましたんで、そっからもう7年8年ぐらい経ってるかな、うん、いやどうだ、多分誰もやりたくないと思います。黒田さんとか夜寝られるんですかね。いやちょっと寝てる、ちょっと急速になんかちょっとおやつれになったような気もしますしね、なんとなく疲れが、まあ、会見とかたまに聞いてもやっぱり同じ言葉の繰り返しというか正気があんまりないことが多いような、あ、まあ、もちろんね、日銀総裁ってめったなこと言えないから言えないのはあるんですよね、うん、なんか適当に言えないじゃないですか、うん、そりゃそうですね、マーケット影響、はい、うん、基本的にはあの人は明るい人で、そうですね、なんか副財務官の時に中国に取材に行った時にあの人副財務官だったんですよ、うん、でなんか取材みんなで終わったら、うん、人民大会堂に行かないかって黒田さんが来て、うん、で何人かの記者と一緒に見えるから行くよって言ったらめちゃくちゃ遠くてどこいつも行っても着かなかったんですけど、結局そこ行ってね、黒田さんが見たかったのは毛沢東のなんかなんていうのボディ、遺体みたいなのあるじゃないですか、防腐剤を施したやつ、あれを見に行こうって言って、それで見に行ったんですよ。そういうのが好きとかそういうことじゃない、いや分かんないですよそれでなんか結構おのぼりさんというか観光客と一緒に並んで、はい、なんか入ったらなんか黒田さんなんかこうすごい関心ありげに言って、はいはい、でずっと、うん、あれは蝋人形じゃないのかとかずっと言っといてなんかずっと見たらなんかなんか兵隊なんか怒られてましたよね、人民解放軍みたいな人に、
なんかね、結構お茶目で面白い人なんですよ。お茶目で、まあ、よく喋る方でっていうのはあったと思いますね。だから、いや、まあ、やっとりましたか。いや、最初の頃は私は直接取材したことはないですけど、やっぱり画像とか見ると本当世紀にあふれて、自分の制作で日本がまたこう停滞から出し切れるっていう、結構自信にあふれたような感じでしたですね。それがいつぞよからかな、まさかこうなるとはと。いや、でも分かって、多分事務方は多くは可能性あるとは思ってたと思いますですよ、少なくとも。全くこういうリスクがないと思ってやってる日銀の人とか財務省の人ってあまりいなかったと、こんなことやっていいんだろうかって心のどこかで思いながら、やはりどうしても、まあ、政治のこともあるし、なかなかそういうふうな動きになってしまったというのが現実だと思うんですけどね。そこが、まあ、財務省出身者で誰かいないんですか。あんまり今は名前が上がらないですけど、昔はだから安倍さんのお気に入りだった側近なのは本田さんとか、ああいう人の名前が上がったりしたことはもうさすがにないでしょう。あ、まあ、いわゆるリフレ派で、ね、言われるような人たちは。でも事務次官とか財務官やったらダメだよね。ああ、そうですね。もうやっぱりそういう国際金融のことが分かっている方じゃないと、大物じゃないとね。ああ、だから浅川さんですか。浅川さんね、あの財務官、財務官だった、あのアジア、フィリピンの人。いや、そうですね。あの人は勝さんはダメなの。あの英語うまいですよ。そこはちょっと聞いたことないです。事務次官出身、あ、大物次官って言われる。そうですね。あとは、まあ、ちょっと年次が逆転しちゃうと、あのオリンピックでやってた武藤さん、あれで候補だったし、ね、もともとそうですね、名前が出たこともあったかと思いますね。次官、事務次官ですね。あの改正だし、出身が。あとは僕は個人的に渡辺さんがいいんだけど、ひろしさん。あ、もう結構ご年齢が。そうなんですね。いやいや、元気で。元気は元気です。あの今その日銀総裁の人事って、まあ、ある意味内閣にも責任があるわけじゃないですか。そうですね。ね、そうなっちゃいましたよね。はいはい。そうすると岸田政権のその方向として、日銀はどうあるべきだっていう話になってくるんですかね。そうな、もともと多分岸田さんの個人の考えとしては、その安倍さんがまだやってたその半ばぐらいの時はやや批判的なことを言ってるのも見ましたね。こういうその何でもかんでもフルスロットルの金融政策っていうのがいいのか、ジャブジャブ、ジャブジャブで財政もそれに連動して吹かすのでいいのかっていうことを言ってたけど、まあ基本的にあまりものを言わない方なんで、表立ってそれを批判することはなかったと、多分、まあ、批判的な気持ちは持ってると思います。で、今回その審議員で一人新しい方来たんですけど、それもリフレ派と全く真逆のような方を入れ替えた、ね、入れ替えて真逆のような方が入ってるんで、なんか方向性変えたいっていうのはまあ、あるとは思うんですけど、でも内閣はそれ、あの審議員に口出せるわ。あ、内閣その人選はやりますよ。人選はもう実際は、実際のところはそうですね。なるほど。っていうと少しすでに手をつけてるというふうにも見れなくもない、ただそれで本当にこう急激に変えてクラッシュするのが一番怖いでしょうから、うまく軟着陸をするにはどうするかって多分答えがない。人事でどうにかなるのかどうかもちょっとよくわからないような気はしますですね。なんかあの個人的にちょっと怖いなと思ってるのが、やっぱり日本ってずっとこの四半世紀言われてるのが、あんまりこうお金流しすぎると長期金利が急騰して国債の価値が暴落しちゃうんじゃないかっていうね、もうまさに都市伝説のようにずっと言われてて、だけど現実には長期金利ってすごい低かったんで、で、あの有名な CDS レート、何年にいっぺんこの国はあのなんていうか破産するのかみたいな、その確率が日本って依然まあ低いですよね。低いわけですね。ロシアなんかもう7、8割とか言われてる中で、だけど今回そんな数字的には長期金利がめちゃくちゃ上がったわけじゃないのに、ものすごくこだわってる。はいはい。裏読みすると非常にこう長期金利が上がるこうなんていうかマグマがものすごく溜まってて、暴発を無理やり抑えてるのかなっていう気はするんだけど、そこら辺は、まあ、そう、私もそういう意見ですね。もう無理やりだから否定質問しかない。いやいや、無理やりでも無理やり抑えるという方になる。そこがでも一番怖かったんですね。もともとそうなっちゃうんじゃないかと、無理やり抑えることしか身動きとしてできなくなる。
ていう状態がね、そうするともう上がろうとするのを抑えるっていうふうになるん で、うん、でそまあそこがまあ何かね、原油が下がるなりなんなりっていう外部の要因がないとちょっとどうなるかっていう、うん、いうところが、うん、やっぱり戦争もね、戦争もそうですね、戦争の方がまあ小康状態になるとか、うんうんうん、非常に今怖い状態ってこと。いやちょっとね、予想がこんなにだって円安が早く進むっていうのはなかなかないことですしね、うん、まあ、その割には黒田さんはそんなに今の大丈夫だってことは、うん、まだ大丈夫っていう言い方よりも、うん、そんなに抑えようという気がないよね、円安について。あ、円安についてですかまあいいことだって。いや、ただまあ円安をなっちゃうでももういい、多分金利を抑える方を言ってますね今回。また指し値オペって言って無理やりでも、またこの前も発表してましたですけど、はい、あれだとますます円安がおそらく進む要因にはなる。そうですよね、うん、いくらぐらいまで許容範囲だろう、140ぐらいまでいいって思ってるかな。前2014年とかで円安に進んだ時は125円がなんか黒田さんの黒田ラインとかって言われてましたね。黒田ライン、許容突破しちゃった、突破しちゃった。その時はだからだいぶ消費者が困ってきて反発も強まってきてっていう状況が生まれてたんですけども、それを突破してますんで、ただまあ状況としてはその当時はまだ方向転換できるような時期だったと思うんですけど、今はもうどっぷり使ってしまって方向転換自体ができなくなってるんじゃないかっていうところなんで、まあ許容130超えたら140超えたらって言って、もし超えてじゃあ通貨どうにかしようっていう時に何ができるのかというと何もできないんじゃないかっていう見方は結構、うんうん、いやなんか1997年でしたっけ、韓国 IMF 管理会の時、はい、デフォルトを起こして、なんか昔20何年前にちょっとドイツに留学したことあって、その時韓国人のクラスメートがいて、はい、もう今は亡き、大きいに宇宙の宇って書いてダイウ、うん、デウ、デウ自動車会社のエリート社員、はいはい、僕より全然頭いい、はい、すごい学歴なんですでそれと後年再会したことがあって、お前の会社なくなっちゃったじゃん国もなくなりそうだななんて結構上から目線で大事だからダメなんだよみたいなこと言ってたんだけど、これ日本は IMF まさかね、そこまではいかないですよ。いや、分かんない、分かんない、否定しないから、いいの、否定は否定はなかなかできないと思いますよ。いやー、 IMF の時ね、よく出る話ですけど、韓国のチゲ、あれじゃないですか、チゲ、いろんなチゲがあるんだけど、チゲって鍋、鍋ですよね。軍人が食べてるやつ、部隊のチゲって言うんで、ブテチゲっていうのは、なんだっけな、ソーセージかなんか入ってるのかな、まあ、ちょっと割とめちゃくちゃな、スパムスパムめちゃくちゃな感じなんですけど、何にも入ってないやつがあったんですよ。具がない。具がない。スチゲ。うん。それを IMF チゲって呼んで。IMF チゲ。じゃあ我々何IMF 味噌汁みたいな。寄せなめとか寄せてないの。寄せてどう言ったらいい。スープだけです。そういう暮らしにね。うん。そこまで落ち込んだという。うん、非常になんかロシアより先に日本の方が大変なことになっちゃう。その最悪のシナリオってそこから聞くのもなんですけど、どこまで行っちゃうんですかね。どこまでその、ね、可能性がある。いや、ね、日銀のこういう状況っていうのはなんか洗礼が見つけにくいんですよ、ね、あ、世界的に、ね、世界的中央銀行がこうなった時にどうなるんだっていう、その洗礼を勉強して、じゃあ今の日銀はって引き寄せたいんですけど、そうです、いろんな専門家に聞いてもちょっとこんな風になってる中央銀行ってほぼないから、うん、なるほど。実際はそのアメリカの FRB とかヨーロッパの中央銀行もすごい金吸ってるみたいな報道されてるんですけど、まあ、全然日本と比べたら抑制されてるんですよね、経済規模と比べればそこまで出してない。あ、なるほど、歯止めがちゃんと効いてるんですね。一応これぐらいじゃないとダメみたいなところがあって、で日本の場合は GDP を超える規模でもう金融緩和してしまってるんで、それはなかなかないですよね。でもここまで円に使ってる感じっていうか、もうなんか息が苦しくなるぐらいまで
ですよ。でも日本は、ね、でもよく言うじゃないですか、外国に債権いっぱい持ってるから大丈夫だったと、うん、例えば日本政府をバランスシート上で見ると、うん、プラスの部分いっぱいあると、うんうん、資産もいっぱい持ってるし、はいはい、それから配当もあると、うん、だからバランスシートで見ると企業で言えばそんな悪くないんだっていう説もある。そこに僕はすがるんだけれども、うん、どういやだから国内でもっと、うん、海外が買ってくれないんじゃないかと、もはやそういう国内で調整するしかないし、その国内で買ってる主体を見れば国債買ってるのは、まあ、5割近く日銀が買ってるという状態なんですよね、うん、だから、うん、今だから一応民間銀行を通して日銀が買うって話なんですけど、あの政府から国債をその民間の銀行が買ってもすぐに日銀に売ってますんで、うん、もうほとんど事実上なんかスルーパス、スルーじゃないんだ、パッパッみたいな感じ。いわゆるこう、うん、なんていうかサッカーでいう縦パス、縦パスみたいな、パンパンみたいな、流し込むみたいな、流し込む。そうで、ここでもあの政府から買ったのより日銀にはちょっと高く売ってくれるので、利ざやがあの金融機関としては出るんですよ。だからその金融機関としてはまあちょっとそこだけちょっと目指してちょこっと持ってで日銀の方にどんどん取って溜まってってというような状況なんで、だからまあちょっとそれ自体がもう普通じゃないんでね、それをいわゆる結局大丈夫だ大丈夫だって言っても、その金融市場の人たちがそれが大丈夫だと思うか思わすまいかっていう世界なんで、これは単に自分たちで借金回してるぐるぐる回してるだけだって思われてしまうと一気に信任がっていう話になる。こっから気迫の問題、うん、俺は大丈夫なんだ大丈夫なんだって言ってるけど、気迫が行くしかない、大丈夫だって言ってるけど、あの顔色はちょっと変わってきたなとか、なんかいうそういうのまで見られる。黒田さん気持ちはそうだけど、ちょっと吐きそうだけど、いや大丈夫大丈夫、ちょっと AI で分析したらちょっとやばそうだぞとか、そういう世界、そういう世界、そう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 いう世界でもあるかと思いますよね。だから自分たちで大丈夫だっつってるだけだと意味がないんですよね。本当にそれ周りがそう思ってくれるかっていう世界なので、それは世界中もそうだし日本の投資家も含めて、外交でも言ってもらうしかないよね、バイデンさんとか、うん、もう全然問題ないとか、うん、日本に逆に深読みされたりとかなんかするす、ね、あの日本って、うん、あの外貨準備高が高いですよね、すごく、うん、いっぱい持ってるじゃないですか、うん、でそれって大体あのトレジャリーボンド、つまりアメリカの10年ものの財務省証券というので運用してるんですよね、変えてね、うん、つまりあれだけアメリカの財産持ってるわけじゃないですか、うん、あれ売れない、いやアメリカとの、ね、力関係からしてもそれで何、円を上げようっていうことですか、そうそう、売っ払っちゃったりとか、いやドル売りこの際でもそれも限界あるんですよね、あると思いますね、うん、為替介入の話も出たりします。そうそう、介入忘れちゃう、介入全然やってないじゃないですか、そうです、ね、これぐらいだったらちょっと介入どうかなと思うんですけど、介入っていうの単独だと効かない、単独だとまあ効かないと言われてますね、うん、でアメリカとかと協調してくれるかというと、アメリカの物価の上がり方は相当激しいんで、うん、今高いドルっていうのはアメリカそのままでしたいでしょうから、うん、そこを日本に協力するあまりインセンティブはないような気がしますけどね、うん、私あの来週ねコラボで、あの頃円は強かったっていう昔なんかレトロでレトロ記事を書こうと思ってたけど、なるほど、いや僕ショックだったのはね、あのトランプ政権ができた時、最初なんか文句言ってたじゃん、ソニーのテレビだとか、なんか80年代かよみたいな、あの人なんか時が止まったようなことだけど、その後為替操作国の話があって、これ日本言われんな相変わらずだと、つまり実力にして円の価値が安すぎるっていうお決まりのパターンがまた出るのかなと思ったら、その後全く無視でしょ、どんなに円安にしようが何しようが何にも言われない、言われないということはもう舐められてるってことだよね、つまり日本の製品が強くて輸出ドライバーがかかると、つまりアメリカの市場に入ってくると思われてないってことだよね、完全に、まあ、むしろその工場誘致みたいなあの雇用の話がメインだったですよね、うん、そうですね、アメリカ国内に工場を作ってもらってとかいうところは ね、うん、あの企業の海外拠点を移したっていうのも結構、うん、もう実質的には日本の、うんうんね、つまり円高っていうのは特に日本企業にとっては悪くないというか、そうですね、もう為替フリーみたいになってる企業は多いです、ね、うん、もう対応できてるんです、ね、そうですね、でも完全に円高っていうのは死語というか、うん、になってしまったと、うん、
まあどっちでもいいんでしょう、両方に持ってれば。そうなんですよね、だから輸出の占める GDP の比率って本当に2割もないぐらいだったかな。なんか最近いろいろ資料見てて、輸出依存度っていう、つまりその GDP においてどれぐらい輸出に頼ってるのかってなんかいろいろ調べたら、日本って割と昔から輸出依存度低いんだよ。そうですそうです、結構消費の方がだいぶ結構主体だったんですよ。そうなんですか。なんか2018年ぐらいだと日本 18% で、韓国って 44%、 そうもちろんドイツは高いし、日本より低いのはアメリカだけで、それ分かりますよね、アメリカあれだけも分かってるから、でも OECD で多分下から数えて2番目日本は、だからもう完全内需の国になっちゃったってなってますね。これなんかすごい、私が現場にいた頃から結構そういう風になってて、ということはもう騙されてたってこと、みんな。まあなんでしょうかね、だからその自動車産業の大手企業は政治力強くて、やっぱりそういう要するに声がでかいやつの話を我々がそのまま流してたってい う、ね、そのマスコミのそういう部分もあると思います。誰のせい、先輩の部分。あれ、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 一応それほどの影響力がない。大手町の方にある会社なんて、謝ってもらったですよね、これ以上言ったら。でも確かに、でも震災の時とかはもうこの円高なんとかしてくれっていうのが日本中の世論みたいな感じになってましたしね。でもそれ感じないでしょ、まあ、そこのそういうことになってる企業もいるけど、そうじゃない結構な部分の経済ってのは当然あったわけで、そこの部分の声が全然こう、まあ、メディアが悪いのかもしれないけど反映されてなかったよね。反映されてなかったですね、基本的には。なんで そこをちゃんと、まあ、メディアがすくい上げ出てなかったというのは、まあ、あったとは思います。です、ね、深く反省しないといいかな。あれですよ、真実公正進歩的でやってもらうしかないですよ。そうなんです ね当時空気は読まなければよかった。いや、まあ、流されてたのか。そう、もう円高による景気の打撃がっていうのはもう僕で何回書いたかね、100円200円じゃ効かないですよ。もう僕の頭の中まだ円高って言って嫌なイメージしかないんですよ。ないですし、結局でも黒田さんが誕生したのは円高をどうにかしなくちゃいけないっていう部分は相当大きかったんですよ。黒田さんも多分そういうふうにまだ思ってるのかな、まさか。最初思ってたっぽいですよ、いろいろ書いてるのを読んだりしますと。今はどうか分かりませんが、内田さん、日本はちょっと衰退ですかね。ずっと衰退してたんですよね。ずっと衰退この30年ぐらい、20年、30年、もうなんか、そうなんですよ。だからその中国の方がいっぱい来ていっぱい買い物をしてくれて、インバウンドがすごいっていうのは、すごいいいことのように報道が多いですけど、それはもう日本が安くなってて、そうですね、そうですね、買いたくないですよね、いう部分が相当大きかったと思うんですよね。そうね、人民元強えっていう話だったりする。いや、でもすごいありがたかった。まあそうですけど、ありがたかったです。本当にもう心の中でお礼言ってましたもん、ありがとうございますって。もう横断歩道でこんな喜んでいただけるならいくらでも通りくださいって。僕子供の頃から結構渋谷とかね、撮ってましたけど、あれが観光地になるなんて夢にも思わなかったですね。なかったですね。だからまあ相対的に安くなってると海外から来て、日本が海外行くのは大変になりますし、これもね、アグレエコノミストに聞いたんですけど、まあこれね、ギリシャやイタリアに失礼だけど、先人の作ったもので儲けるような構造になったらもう衰退だと、確実に、ね。ギリシャからアクロポリスって言うんですよ、さっきなんかあるじゃないですか、山の上の一回行ったことあってちょっと忘れましたけど、あれなくなったら結構厳しいですよね、ギリシャ。 ね、イタリアだってあれじゃないですか、いろいろフォロルマーノとか、昔ローマ時代に遺跡とかなくなったら、そうですね、あとは何ですか、青の洞窟ぐらいコロッセームとか ね、 このね、ああいうのなくなったら厳しいですもんね。まあ、ただイタリアに関してはなんかどうも経済が二重になってるんじゃないかなと思いますけどね。そっちの方の話はね、だって我々だってその、何、予算の話って100兆の話しかしてないけど、実際に動いてる公的なお金ってそのもうちょっとありますよね。まあ、当然ありますね。どこにあるんですか。公共事業とか、まあ、いや僕はやばい方の話かと。いやいやまあそれもあるかもしれないけど、だからまあ、本当にそれでもインバウンド戻ってきてほしいなと思いますけどね、コロナもあって、ね。まあ、コロナ終わったらまたね、中国の方とかは来たりとかいうのは当然あると思いますが、僕はね、割とアベノミクスって初期のうちは結構評価してて、
でやっぱりこれだけの大規模金融緩和とね効いたかどうかは別として、うん、それから財政出動って、うん、実際やった人っていないじゃないですか、うん、口ではそうですね。やれたっていうのはすごい政治力だなっていうのが一つと、うんまあ、それはまあ結果はまあこうなりましたけど、うん、あともう一つ第三の矢がないないって言われたじゃないですか、うん、でもインバウンドがあったじゃない、うん、なあインバウンドですね、うん、あれがやれやって言うんですよ。いやいやいや一応あったじゃないですかだから形の上では3本目もあったと、うん、そんなに否定はしてなかったですけどね、うんうん、ただまあ、うん、私はちょっと違ってやっぱり賭け事をしちゃいけないんじゃないかと、うん、その博打に近いって最初から言われていたのでどこの部分ですか。その金融緩和ですね。あれそこの部分は多分引き返せなくなる可能性もかなり高いんで国家を賭け物にするのはダメじゃないかっていうのは結構最初からあったんですよね。それで書いてました私まだいなかったです私は記憶にないんですあれあれあれ後から言うんですよ。東京にいなかったんですねテストで答えてから、そうに決まってるじゃないかって言ってると、いや本当にやってるときは分かんない。本当に難しい問題ですね。そうだよ、ね、この前の競馬でもさもうエフフォーリアがもう絶対軸だと思ったらこうケアしないんですよ終わったからエフフォーリアはさ 実はみたいなことさちょっと考えるのはね、まあコロナのせいでというか おかげでというかね、みんな家にいる時間が長くなったり、はい、でまあそれがすごく良くないことにももちろんつながってはいると思うんですけど、生活の質をこう高めようっていう発想って要するに何ていうんですか、リフォームの類の需要ってすごいでしょ今。あ、リフォームですか。リフォーム家に長くいるから。そうですね、うん、確かに確かに。だからなんか生活その現金で持ってるよりもこうちょっと使って生活の環境そのものを良くしようっていう発想の人も少しずつ増えてます。なんかマンション価格で僕はなんかニュース見てびっくりしたのは、うん、マンション価格上がってるんで、うん、いや僕もマンション住んでるんで売るかと思ってたら、うん、僕都内なんですけど都内は下がってるんですよ、うん、でも首都圏全体としては上がってる、うん、それはいわゆる東京以外の周辺部、ちょっと周辺部が上がってる、はいはいはい、埼玉なんかめちゃくちゃ上がってるんですよ。つまりもう通勤しなくていいよね。そうですね、そうですね、うん、だからそういう新しい需要とかあと白物家電が、うん、売れ始めてる、うん、すごく売れてるっていうかそこら辺が消毒かな、うんそうですね、その消費者の側からそのこういうふうにあってほしいっていう、うん、そのなんていうんですか、うん、希望が出てくるっていうのは、うん、それはいずれ商品開発につながったり、うん、まあびっくりするような需要が出てきたりっていう、まあそれは分かんないですけれど、はい、そうそういや、うん、僕ね前から思ってるんですけどね牽引するの1個でいいわけですよ。つまりアメリカだったら例えば、うん、スマホ、うん、つまりこれは技術があったけど日本は商品ができなかったわけですよ、うんはいはいはい、ジョブスみたいな人がいなかったわけですよ、うん、だから一発なんか牽引するやつがあればね、うん、なんかいいわけですよ。でもともと別のやつが作ってたっていいわけですからそれを商品化する、うん、そこら辺のダイナミズムがねなくなっちゃってるんですよ。そうですね、なんかそういうベンチャー精神みたいなところが一番いるんじゃないかっていうのはやっぱ言われてますですね。そうそう、なんかないですか。金融でジャブジャブになってそこを踏んなしたわけでしょ。寝てたっていうか寝てジャブジャブになってるんで潰れないんですよね基本的に、うんうんうん、そのどれだけ生産性が低くてもブラック企業であっても、ね、一応そういう企業も生き残っていくんで、うん、それがまた賃金を低く抑えてる状態にもなり続けて、うん、ある種新陳代謝をしなくちゃいけないんですけど、ね、再チャレンジをできる環境を整えながら、うん、そういうある程度厳しいこともしながら新陳代謝を促すっていうことは多分できなかった、うん、それは与党も野党も多分そういう政策を出せるとこは今までなかったんじゃないかなとは思いますね、うん、ただ、うん、それはいわゆる総論賛成各論反対の典型で、はい、でもお前の企業は死ねと、もう、そう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 、必要ないからって言われると、うん、それは抵抗がすごいわけ。あ、そうですね、そうなんですね、うん、そこので血が流れるわけ。そうそうです。で政治家はまあ落選するかもしれないとか、うん、そこですよね。そこなんですね。ただその日本の場合それで本当に質の悪い企業も結構生き残ってしまって労働者働く人にその害が及ぶみたいなのが結構強くて、うん、まあ、少なくともその働く人は支援して企業はこう新陳代謝しながらうまくやれる方策、うん、ヨーロッパとかどっちかというとそういう方向ですね。まあ、セーフティネットの話にもなってきますよね。そうですね、社会保障で職業訓練を受けてまた違う企業に行ったりしながら、うん、ただそれで企業は守らないん
ですよね。すごい世界的な企業でも全然一切政府は支援せずに、まあ、自分でやってねっていう感じでやるっていう、まあ、でそこのその労働者は救うわけですよね。救ってそうなんですね、うん、日本はもう企業ごと丸ごと救っちゃいますからね、うんうん、そうなんですよね。そうなんですよね。でその実際個人としてはもう10年ぐらい勤めて失業したらもう本当にすごい死刑宣告に等しいような、結構未だにそういう気持ちを持たざるを得ない、ね、もう次のところになかなか就職ができない、うん、相当あの年収が下がってしまうっていうような状況が多いんで、そこがやっぱり新陳代謝効かなくてみんな今の状態にしがみつくという方向にそれはなってしまうのはしょうがないかなという思いますね。うん、そこまでいくともうものすごい構造変革が必要だから。いやそうですよ、まあ、はっきり言って私の手には余ります。私たちでは もう絶対書けない話です。逆にこれはもう若い世代に託すよ。いやその若い世代で重要ですけど、うん、その前にそのつまりどこから手つけてもいいってことじゃないですか、逆に言えば。まあそうですよね。いや私以外まだちょっとローンが残ってるんですよ。僕らのね大学、まあちょっと何歳か具体的にどうじゃいませんけど、あの大事な友達と思うと、まあいろいろ文句あるんだけど、俺ら助かったよね理論が結構あるんです、うん、逃げ込めたみたいな話。ギリ助かってねみたいな。年金に逃げ込めるという。僕なんかやっぱ正義感強いから、だからダメなの。サクシー。ダメないじゃん。俺写真で書いてある。ビシッと言ってやって。で心の中で言ってんだけど、まあそれなんだ言わないんだ。そう我々氷河期がそういうの冷たい目で見てるわけです。新聞社でね、僕なんかすごいよく批判されるんですよ。うんね、あなたみたいな人が海外出張だやれ都会になってて経費使えばなくて、ね、ハイヤー乗りまくった結果こうなったんだって言われると全く反論できない。その通りです。いいご指摘の通り。国会で言えばね。そうなんです。これまた世代論だよね。ですね、だ結構自分たちの世代損してるとかそういうの思ってるところが多かったりはしますね。氷河期ど真ん中でしたけど、うん、他社さんでうちよりも部数が多いはずのところでも若い人は給料上がってないって言うんですよ。あ、だからその辺の話を記事にしてたデジタルとかで流します。すごい反響があるんですよね、うん、よく言ってくれたみたいな。よく言ってくれたって言ってもほら手に通するような、そういう感じになるんですよ。それはデジタルで、うん、無料で流してる、その無料で流してるやつとか見た時にもツイートされる、うん、記事が反響が大きくて、まあ、ある種でも分断を煽ってるような風にも見えなくもないし、ただまあそれぐらい気持ちがすごい潜在的にあるのかなっていうのを感じたりも、うん、若い人よね、うん、そうしますね。内田さんの世代の責任っていうのは僕より重いよね。そうですか。少し先輩だ。それは僕の方が少し軽いな。これはっきり言って。それはあのなんていうか味の濃いもの食べ過ぎて、それはあの胆の炎にはなりましたよ。ありましたけど。だって昔の話聞くとさ、めちゃくちゃいろんな世界中行って、すごいあそこのあれはうまかったみたいな話が多い。いやそれはもう富の範には負けますよ。いや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 、そうですよね。ああいう時代に戻りたいなっていうのがね。そうなんですか。まあ、だってこれだけこう世界の構造がこう分かりかけてきてるじゃないですか、今日の話なんか。そうなんですよね。そうなんです。ここはここからもう一押し。そうなんですよね。こっからね、深く入れないのが僕なんで。この昔は懐かしいんじゃん。懐かしい。でもね、若い人はね、優秀な人多いから。鄧小平じゃないけど、尖閣列島についてね、うん、きっと僕らのね、若い世代はね、もっと頭が良くなるから、うん、その時にこの問題解決すればいいと。いや、でも選挙もなかなか行かないという状況が。そうなんだよな。非常に困りましたね。そこからですかね、うん。とりあえず選挙行きましょうって。まあ、内田さんどうしましょう。この話のまとめは。我々が悪いということで。そうですかね。しますかね。懺悔の値打ちもないと。あなたいくつ？43ですね。氷河時代なんですか。まあ氷河期ですね。申し訳なかったですね。いや傷ついた世代だわ。氷河期を生き延びてきた。これやっぱり優秀だからね。すごいですね。そう、彼のような人間がね、やっぱ新聞を支えていくと、これがまとめてどうでしょうか。ということで、よくわかりました。うん、次日銀が何するのかとりあえずね注目しておきます。そうですね、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。